海 CK1。海 CK1 は、アメリカ合衆国の民間企業の技術協力を受け、中華民国、台湾が開発した、国産戦闘機。愛称は、渓谷、英語、ク国チン国オ,オで、渓国号戦闘機、と呼ばれる。IDF は、国産防衛戦闘機、の略である。当初、老朽化した海マイナス 5A、B フリーダムファイターと、 海 -104 スターファイター戦闘機を更新するため、台湾総統府はアメリカ合衆国に海 -16 戦闘機の輸入を打診したが、アメリカ議会が大陸中国を刺激するとして一度これを拒否した。その代替案として、アメリカ側は海 -16 のダウングレード版の F-16-79、当時の最新鋭機材ゆえに輸出規制対象だった。 P&WF100 ではなく、旧式ながら輸出実績のある GEJ79 にエンジンを換装、あるいは海 -5 の後継機械 -20 を台湾に提案する。しかし、これらは空軍の要求を満たさないとして拒否され、結局、台湾は戦闘機の自主開発を決定した。開発主契約者は航空工業発展中心、現、 干渉航空工業古墳有限講師イドックであり、また、アメリカ政府の下で、アメリカ軍事産業による技術的支援関しては容認された。その結果、海 -16 の開発元である、ジェネラルダイナミクス航空機部門、ゲンドキード・マーティンをはじめ、ギャレット、ゲンハネウェルやウェスティングハウスが開発力することとなった。開発は1982年より開始され、 海 -16 レベルの戦力を目指した。そのため、機体は、どことなく、海 -16 の雰囲気があるが、概ね当時の各国で開発された小型戦闘機、軽戦闘機と、共通したスタイルとなっている。1988年、民国77年、当年の年初によう去った、小渓谷中華民国総統を忍んで、渓谷と名付けられた。この、 警告という彼の名は、義の文帝総比の文章警告から取られており、国を経、治めるという意味もある。1989年、民国78年5月28日に初飛行を達成し、1994年、民国83年に軍が正式採用した。当初は256機が生産、配備される計画であったが、その後の情勢が変わり、 アメリカ議会が純正会 -16 の輸出を許可したため、この機体の製造数は約半数の130機に減らされることとなった。また、アメリカ政府との協定により、台湾が海 CEK1 を他の国や地域に輸出することは不可能である。しかし、自国での兵器開発、生産能力を保持し、外国製品を輸入する際も相手側に、 完全な手動を取られない実力を得たという点で、本機の存在意義は大きかったと言える。警告の全体の設計は、ジェネラルダイナミクスが協力したこともあって、回 -16 に類似している点が多く見られる。ブレンデッドウィングボディ、大型のストレーキ、クリップドデルタ型主翼が採用されている。フライトコントロールは、 ス -16 と同様にデジタルフライバイワイヤで操縦管の配置もパイロットの脇に置かれるサイドスティック方式が採用されている。フラッペロン全誘導式の水平尾翼、フルスパン全円フラップなど他にも特徴的な点でス -16 の技術を取り入れている。アメリカ議会の圧力により大水力エンジンを採用できなかったため、 アメリカ企業との合弁会社によって生産されているビジネス機用のトフ731をベースに開発したハネウェルのアフターバーナー装備型である海125ターボファンエンジンを2機搭載しデジタル制御により高い整備性を誇る。総発機であることもあってエアインテークは海 -16 とは異なり、楕円形のものがストレーキ下に1体ある。 一般的には小型になるほど、ジェットエンジンの水力重量比は高い傾向にある、地上3乗の法則が民間企業エンジンを半ば強引に軍事転用した、K125 は当時最新鋭の軍用エンジンである G 製、K404 よりも、水長比では逆に劣っており、パワープラントの基本性能では、K-20 の方が勝っている。それでもコンパクトな設計により十分な、 動力性能が与えられているとされるが、自長、最大離陸重量、エンジン水力量ともに、回 -20 を多少は上回っているものの、対して変わらず、カタログスペック上は優位な差があるわけではない。あえて、アメリカ側の提案を、要求性能を満たさないとして採用せず、本機を開発した意義は、少なくとも回、回 -20 との比較における純粋な機体性の、 面では疑われる。しかし自国での開発、生産を実現した意義は大きく、ス -16A、B やミラージュ2000の採用が決定して、以降も、引き続き本機の開発と生産が続行されることとなった。コクピットには、ハドと左右両側に多機能ディスプレイが装備されている。FCS レーバーは、回 -24 のロッキードマーチンアン、APG-67。 もともとは、カイ -20 専用に開発されたものをもとに、開発されマルチモードパルス、ドップラー形式の金流53型、GD-53、53チンドン53が装備される。このレーダーは、ルックダウンシュートダウン能力を備え、対空と、対水上の2モードを有しており、複数目標の同時追跡能力と、その中の1目標に対する攻撃能力を持つ。 捜索距離は約 150km と言われている。並走は短射程アム TC-1 とアジアでは初めてのアクティブレーダー誘導の駐射程アムだったアマネ県にま TC-2 を装備指定外距離 BVR 戦闘も可能になっている。天0 1型は AIM-QC サイドワインダーをもとに開発した国産のアムで 主翼両端に専用のランチャーがあり、主翼下のハードポイントにも装備できる。アマネ県新潟は、射程や外観は、同じ駐射程型の AIM-7 スパローに、酷似しているが、ターミナル誘導にアクティブレーダーを使用できる点で、スパローよりも優れている、アムであり、胴体下に2発装備できる。対地攻撃兵装は、通常爆弾、クラスター爆弾、 ロケット弾ポットの搭載が可能。また独自開発の対艦ミサイル UF2 型 HF-2ASM を最大3発搭載することができる。これは中間飛翔に完成誘導、ターミナル誘導にアクティブ、レーダーと画像赤外線を使用し、最大射程は 80km 出る。このほか固定武装として M61A120mm バルカン砲を一問。 装備する。海 CEK1A、B の生産を行っていた E-DOC は IDF、C と、仮称される海 CEK1A、B の近代化回収計を提案。空軍は2000年に70億台湾ドルの研究開発予算を計上し、小登る戦案の計画名で開発を開始した。主な回収点は、以下の通り。第四世代ジェット戦闘機相当の マルチロール機としては、不足していたエンジン水力の強化が本来の目的であったが、予算の制約等からエンジンの乾燥は行われず、アビオニクス射撃管制システムの改修が主となった。開発開始から7年後の2006年10月4日、体中の生成五カ空軍基地において心臓をされた、海 CK1C 試作1号機が公開され、5日後に初飛行が行われた。 2007年3月16日に、やはり新造された海 CEK1D 施策1号機も初飛行し、3月27日に、陳水編相当は、この回収型海 CEK1 を、ユータカ号、英語ではと命名した。アップグレード型の英語名称は海、海 CEK1C、D であり、中国語名称は、警告、ユータカ。空軍が F-16C、 D66 機の新機導入を優先していた関係もあり、試作機の完成後も海 CEK1A、B の近代化改修はなかなか着手されなかったが、空軍は2008年に海 CEK1A、B の近代化改修計画を焦点と解明、コンフォーマルフュエールタンクの追加を見送った上で、1個連隊分、第443連隊の71機の 回収予算を計上し、回収を担当するエイドックは2009年に8機の回 CEK-1 を回収することを発表た。近代化回収を行わない回 CEK-1 については、高等訓練機や対地攻撃機としての運用が予定された。2011年6月30日、最初の焦点回収型回 CEK-16 機が空軍に引き渡された。 2011年9月28日、焦点2号案の計画名称で、焦点案で回収対象から外れた56機の回、CK1A、B を2013年から2017年にかけて106億台湾ドルをかけて近代化回収を行うことが公表された。また、焦点案回収と並行して、機体寿命延長回収と、点検2アンペア型対レーダーミサイル。 万件対地ミサイル等の運用能力付与も行われていることも明らかにされた。2011年6月30日、焦点回収型海 c k 1の引き渡し式典に参加した馬英級総統は海 c k 1を原型とした高等練習機の研究を進めていることを明らかにした。2016年3月28日、台中の a ドックを視察した。 再比で踏み時期相当、当時は AT-3 の後継となる空軍の時期、練習機として、海 c k 1からアフターバーナーやレーダー等を取り外し、複合材料を一部に使用して軽量化を図った機体を自国で開発、製造する考えを示した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。